皆さんこんにちは。今回はブレンダーを使ったビニールプールの作り方を紹介します。またブレンダーを触るのが初めてという方は基本シリーズの動画も公開していますので、よろしければそちらもご覧ください。それでは早速解説を始めていきます。デフォルトのカメラ、立方体、ライトを X キーで削除します。シフトプラス A でメッシュからトーラスを追加します。左下の詳細設定をクリックして、メジャーラディウスの値を大きくして輪の大きさを調整します。マイナーセグメンツの値を少し上げます。転勤の3で側面からの視点に切り替えて、シフトプラス D でトーラスを複製して GZ で Z 軸方向に移動します。その後シフトプラス R で今実施した複製移動と同じ内容を繰り返すことができます。ブラックで3つのトーラスを複数選択して、右クリックからジョインをクリックしてオブジェクトを統合させます。これでビニールプールの側面ができました。タブキーで編集モードに切り替えます。オルトまたはオプションを押しながら頂点を選択すると、ぐるっと一周選択することができます。その状態で F を押すと、今選択した頂点でできた面を貼ることができます。P で追加した面を分離します。タブキーでオブジェクトモードに切り替えます。プールの縁を選択してモディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを設定します。ビューポートのレベルを2にして、右上のタブを開いてアプライで適用させます。右クリック、スムーズシェードで滑らかにします。シフトプラス A でメッシュから平面を追加して S で拡大します。転勤の3で側面からの視点に切り替えて GZ で平面をプールの下側に移動します。タブキーで編集モードに切り替えます。キーボードの2で辺選択に切り替えて右側の辺を選択します。 EZ で辺を Z 軸方向に押し出します。同じ辺を選択してコントロールプラス B でベベルをかけます。この時マウスホイールを回すと分割数を調整できます。タブキーでオブジェクトモードに戻り、右クリック、スムーズシェードで滑らかにします。これでモデリングはほぼ完了です。続いてマテリアルを設定していきます。シェーディングタブに切り替えます。続いてレンダープレビューに切り替えます。シフトプラス A でライトからサンライトを追加します。 GZ でライトを Z 軸方向に持ち上げます。全体的に暗いのでワールドプロパティで背景色の明度を上げます。レンダーエンジンを EB からサイクルズに切り替えます。プールの側面を選択して New をクリックします。デフォルトではプリンシプル BSDF になっているんですけれども、これをグラス BSDF に切り替えます。そうするとガラスのような透明な質感になります。グラス BSDF のカラーで好みの色を設定します。粗さの値を 0.1 から 0.15 くらいまで下げます。 IOR の値を画面を見ながら好みに合わせて調整します。プールの底面を選択して New をクリックします。好きなイラストを用意して任意のフォルダに入れておきます。ここではイラスト屋さんの海のイラストを使用しました。用意した画像をシェーディングの編集画面にドロップして、挿入した画像のカラーとプリンシプル BSDF のベースカラーをつなぎます。コントロールプラス T でマッピングとテクスチャ座標を追加します。追加できない場合は左上のエディットでプリファレンスからノードワングラーを検索してチェックを入れて追加します。マッピングのベクトルがテクスチャ座標の UV につながっているのでジェネレートにつなぎ替えます。これでビニールプールのテクスチャ設定は完了です。次は水のマテリアル設定をしていきます。シフトプラス A でメッシュから平面を追加します。モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを設定します。ビューポートのレベルを3にしアプライで適用させます。
天キーの7で真上からのビューに切り替えて、 S でプールの側面ギリギリまで拡大します。天キーの3で側面からのビューに切り替えます。 GZ で Z 軸方向に持ち上げます。水面部分を選択した状態のまま New をクリックします。ベースカラーから水面の色を選択します。トランスミッションの値を1にすると透明になります。粗さの値をお好みで下げます。屈折率を水の屈折率に合わせて 1.33 にします。次は水面に緩やかな波をつけていきます。マテリアルビューに切り替えると見やすいんですけれども、現時点の水面は平らな状態です。レンダープレビューに戻します。 Shift プラス A でマスグレーブテクスチャを追加します。マスグレーブテクスチャの模様を確認するときは、コントロールとシフトキーを押しながら左クリックします。そうすると元の接続が切れてビューアーが起動します。スケールで模様の大きさを調整します。ディテールの値を下げます。プリンシプル BSDF 上でコントロールとシフトを押しながら左クリックして元の接続に戻します。マスグレーブテクスチャのハイをディスプレイスメントにつなぎます。そうすると波打った水面に変化します。マテリアルプレビューに切り替えて確認すると、先ほどは平面だった水面上になだらかな波ができました。レンダープレビューに戻します。これでマテリアルの設定は完了です。レイアウトタブに切り替えます。好みでサンライトの色を変更します。GX で X 軸方向に移動し、黄色の点をドラッグして光の当たり具合を調整します。背景の平面を選択して、SX で X 軸方向に拡大します。シフトプラス A でカメラを追加し、 GZ、GY で移動させます。テンキーの0でカメラ視点に切り替えます。サイドバーを開き、ビュータブでカメラトゥービューにチェックを入れます。そうするとカメラと視点が連動します。カメラ視点で画角を調整しましょう。必要に応じて背景の位置、大きさを微調整します。最後にレンダーから画像をレンダリングして完成です。最後までご視聴くださりありがとうございました。